消化ガスは、バイオガスの一種で、下水汚泥の嫌気性発酵により発生するものを指す。メタン発酵により生じるバイオガス共通の成分として、メタンが55から60%、残りの大部分が二酸化炭素で、若干の硫化水素とアンモニアを含む。低位発熱量は5500から6000キロカロリー、ナノメートル3程度である。このか。 下水由来の消化ガス特有の不純物として白木酸が含まれる。卵型タンク下水処理場の沈殿地で分離された汚泥は消化タンクで発酵処理される。その過程では消化ガスの発生と同時に汚泥が原料化される。メタン菌の種により摂氏20度以下、摂氏25度、摂氏35度、摂氏45度以上の環境のいずれか。 もしくはこれらを組み合わせた多段階での発酵が行われるが、工術の通りカオンには消化ガスを燃焼した熱が利用される場合がある。ここで発生する有機酸やアンモニアは発酵の阻害要因となる。1980年代以降、消化タンクにはドイツのディビダーク社で開発されたプレストレストコンクリート製卵型タンクが広く採用されている。 嫌気性発酵の特性上、抜擢のための動力を必要とせず、周囲への匂いの拡散もわずかである。二酸化炭素は、下水処理場内で消費する場合には除去しないことも、あるが、自動車燃料や都市ガス原料などとして、高度利用する場合には、吸収等内で消化ガスと、下水処理水を気液接触させる、湿式吸収法、または高圧にした水へのメタンと二酸化炭素の、 溶解度の差を応用した、高圧水吸収法で除去する。月水由来の消化ガスでは、生活廃棄物や、畜産系のバイオガスに比べ、豊富な水を利用しての処理がしやすい特徴がある。硫化水素は、酸化鉄に通りするなどの脱流方法が取られるが、蒸気の二酸化炭素除去の水処理によっても除去されるほか、硫黄酸化細菌の利用も研究されている。 白木酸は、シャンプーや化粧品などに含まれる、シリコンオイルに起因するものであり、燃焼により生じる二酸化ケイ素が、エンジンの添加プラグや触媒、ボイラーの排気管などに堆積して、機能を損なうことから除去は必須であり、吸着剤で除去するなどの方法が取られる。メタンは、同量の二酸化炭素に比べて20倍長の温室効果係数を持つことから、 大気中に放散せず回収して利用することはエネルギー問題だけでなく地球温暖化防止の点からも重要である。日本に約1900カ所ある下水処理場のうち約300カ所で下水予定から消火ガスが作られている。2002年の実績では日本で発生する消火ガス2億7625万立方メートルのうち約7割が 有効利用されているが、3割が余剰ガスとして、焼却処分されている。有効利用の用途として、消火層の発酵を促進するための加温が約5割、焼却炉の除燃とガス発電がそれぞれ2割強を占める。近年では、下水処理設備の電力を賄うための燃料電池にも利用されている。これらのように、処理場内で利用されることを、オンサイト利用という。 これに対し自動車燃料や都市ガスとして処理場外で利用することをオフサイト利用という。生成した消火ガスは天然ガスに似た成分を持ち路線バスやゴミ収集車などの天然ガス自動車の燃料として使用されている。1999年に新潟県長岡市土木部の下水処理場から北陸ガスへ2005年に 石川県金沢市企業局の下水処理場から同局のガス部門へそれぞれ都市ガス原料として販売されているほか2010年からは神戸市の下水処理場から発生する消火ガスを調整したものを神戸バイオガスとして大阪ガスの導管に直接注入している冬場は消火槽の加温等による 自家消費量が増えることから、オフサイト供給量が減る傾向がある。ありがとうございます。